日本兵庫県伊丹市中央中央は、兵庫県伊丹市の町名。現行の行政地名は、中央1丁目から中央6丁目。住居表示実施済み区域。2011年10月1日現在の人口は2793人。郵便番号664-0851。その名の通り、伊丹市の中央部にあたる地域。北を宮の前、東を。 伊丹、南東を、南本町、南を、平松、南西の一点を埋め抜き、西を、西大、北西を、船原と接する。阪急伊丹駅と JR 伊丹駅をつなぐ、県道189号線沿いに金融機関が多く、立地している。町内の全域が、伊丹市立伊丹小学校及び北中学校の校区に属する。 小西酒造旧本社旧川辺郡伊丹町伊丹の中央部。その名が示す通り伊丹市、ひいては旧節国のほぼ中央に位置し、江戸時代に酒造業で繁栄した伊丹郷町の中心部だった地域である。1871年には旧正寺中の町に川辺郡役所が置かれ、1926年の軍政廃止まで川辺郡の中心街としての地位を占めていた。 また、現在は、ネオ、伊丹ビルが建つ、旧正寺港山地の中央三丁目一番地十七号は、かつて、この焼の会所が置かれていた場所で、1889年の町村制志向に際してはこの会所がそのまま、伊丹町役場に転用された。旧会所は1940年に、伊丹町と稲の村が合併して、伊丹市となった後もそのまま、伊丹市役所として使われていたが、 1954年に発生した火災で消失している。翌1955年には、鉄筋コンクリート3階建ての2代目庁舎が同じ場所に建設され、1972年に0 0 0層の3代目庁舎が完成、移転するまで使用された。1976年、住居表示を実施して、中央1から6丁目となる。 三丁目の県道13号線沿いにはかつて小西酒造本社があり、この地域におけるランドマーク的な役割を果たしていたが2013年に東有岡の工場敷地内へ移転したことに伴い、旧本社棟は解体されている。1920年に阪急伊丹線が開業した当初は、現在の中央四丁目に伊丹駅が置かれたが、1968年に降下化。 された際に150メートル北西へ移転した。町内を横断する県道189号線は、阪急伊丹駅と JR 伊丹駅の中間に位置し、両駅とも徒歩圏内で利用可能である。路線バスの停留所は、県道13号線沿いの小西酒造本社跡地前に、ある、伊丹中央や県道189号線に面した。 伊丹市ティホテル前などの停留所が置かれているが、大阪国際空港や伊丹市内の立ち行き、宝塚方面への移動は、徒歩県内の阪急伊丹駅前、バスターミナルを使用する方が利便性が高い。伊丹郵便局。右後方は、伊丹市ティホテル伊丹産業本社過去には、港銀行の前進業である、阪神銀行と緑銀行の支店も町内に置かれていたが、合併後に、 阪急伊丹駅ビル一階へ移転した。隅染寺、ありがとうございます。